ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は少し前にもお伝えしましたが、Amazon の方で年間開催されるセールの中でも特に大きなセール、ブラックフライデーセールが11月26日からスタートしますが、このセールに先駆け、もうすでに開催されているセールもありますので、今回はその中でも特にお得なセールを一つご紹介したいと思います。そのセールが何かと言いますと、こちら、Kindle Unlimited の3ヶ月キャンペーンプランというのが今回のブラックフライデーセールに先駆けて開催されています。この Kindle Unlimited というのは Amazon から提供されている電子書籍、それが通常ですと月額980円払うことによって使い放題になるというサービスなんですが、本来は月額980円で3ヶ月使った場合は2940円かかるところ、今回はその3ヶ月間で合計99円しかかからないというキャンペーンが始まっています。このキャンペーンはこの99銭払っておけば3ヶ月間どんな本でも読み放題になるというキャンペーンになっていて、もちろんこの3ヶ月が終われば通常料金の月額980円に戻ってしまいますが、それまでに解約しておけば99円で読み放題となります。注意点としましては、提供されているコンテンツは電子書籍コンテンツになりますので、紙の本が読み放題になるというわけでもなく、また電子書籍でも全ての本が読み放題になるというわけではありませんので、特に人気の漫画関係は読み放題の対象になっていないという場合もありますので、その点は注意が必要です。それ以外は特にビジネス書関係などは内容もそしてラインナップも充実したものが多く、普段からよく本を読んでいるという方にとっては99円で多くの本が読み放題になるとてもお得なキャンペーンとなっています。もし Kindle Unlimited 初めてお使いの方の場合ですと、0円で30日間の体験というのも用意されています。99円さえも払いたくないというならば、無料で1ヶ月間限定ではありますが、こちらの体験版というのを試してみるのもいいですが、なんといっても3ヶ月で99円。こちらの方が圧倒的にお得かと思いますので、まだ利用されていない方は、この機会に申し込んでみるといいかと思います。そしてやはり電子書籍を読む場合、スマートフォンを使って読むこともできれば、iPad などのタブレットを使って読むこともできますが、やはり小説など、文字の多い文章、特に読むのに時間がかかるような本、そういった本を読む場合、最適なデバイスとしましては、やはり何と言ってもこちらかと思います。こちらは Kindle Paperwhite Signature Edition。といって、つい先日 Amazon からも発売がスタートしたばかりの最新の電子書籍端末になります。特徴としましては、一見するとタブレットのようにも見えますが、この製品は電子ペーパーを搭載した端末となっており、とても薄型ではあるものの、1回充電するだけで数週間使い続けることもできるほか、なんといっても目に負担がかからず、そして太陽光など明るい場所で見てもくっきりと文字を読むことができ、屋内屋外を問わず本を読むにはとても適したモデルになっています。こういったモデルを同時に購入しておきますと、読み放題の本なども目に負担をかけることなく読むことができ、より快適に電子書籍コンテンツを楽しむことができます。なお、今回発売がスタートしたこのペーパーホワイトシグネチャーエディションにつきましては、これまで5万円以上で販売されていた最上位機種と同様の機能を搭載しているところもあり、それでいてこの製品は19,980円という手頃な価格で購入できるモデルでもありますので、特にこのモデル一番おすすめできるモデルです。実機レビューの方はまだお届けしていませんが、近々編集が終わり次第この端末がどういったものなのか実況を交えてご紹介したいと思いますが、とても快適に使えているモデルです。欠点としましては、
なんといっても電子ペーパーということでモノクロ表示にしか対応していませんので、目に負担はかからないというところはいいものの、カラーコンテンツ、雑誌などのコンテンツを読む場合には適していませんので、その点は注意が必要です。漫画だったり小説、ビジネス書といった文字だったりイラストがあってもモノクロ主体のもの、そういったものを読む場合に最適なデバイスになります。その辺のことをよく理解した上で購入するのであれば、とても快適に使えているモデルですので、ぜひ購入してみるといいかと思います。ということで今回は、11月26日からスタートします Amazon の年に一度のビッグセール、ブラックフライデーセール、それに先駆けて Amazon の電子書籍、そういったものが読み放題になるというKindle Unlimited 3ヶ月99円キャンペーンというのがスタートしましたのでご紹介しました。なおこの99円キャンペーン、ずっと続くわけではありません。キャンペーンが終了になるのは12月2日までということですので、興味のある方はそれまでに早めに申し込んでおく必要があります。なおこのキャンペーンが終了した後にKindle Unlimited を解約してしまった場合、それまでダウンロードしていた電子書籍コンテンツは読むことができなくなります。もうずっと読み続けたいという作品が見つかった場合、その場合はやはりこういった読み放題で読むのではなくて、すでに購入しておくというのがお得です。購入さえしておけば、Kindle Unlimited を解約したとしても、その本を読み続けることができますので、長く読みたいという本が見つかった場合は素直に購入した方がいいと思います。そして実は今回のキャンペーン期間中、そもそも電子書籍を購入する場合、ずっと読み続けられる購入で電子書籍をゲットする場合、その場合もセールが開催されます。具体的な割引額はその本によって変わってきますが、最大 80% オフとなります。ですので、だいたいビジネス書関係は1冊が1500円しますが、その1冊1500円する本が300円で購入できるというような内容になります。例えばもうすでに Kindle Unlimited に加入しているという方、そういう方の場合は欲しい本を購入するにも今回の期間中であれば最大 80% オフで電子書籍を購入することができますので、例えば何か好きなアニメ、そういった作品が販売されている場合、もし今回のキャンペーンの対象になっている作品の場合であれば、それを最大 30% オフで購入することができますので、こういった3ヶ月読み放題というだけではなく、普通に電子書籍を買う場合もとてもお得なキャンペーンとなっていますので、一度Amazon の電子書籍販売ページに行ってみて、自分の読みたかった本がセールになっていないか、そして特に読みたい本がない場合は、この3ヶ月のキャンペーンに入入してみて、いろいろと本を読んで欲しい本を購入する、そういった扱い方もいいかと思いますので、ぜひこの辺、興味のある方はこちらの公式ページの方からチェックしてみてください。なお、この公式ページの方は動画の概要欄の方にリンク貼っておきますので、注意事項など詳細が気になる方も概要欄のリンク先の方からよろしくお願いします。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。